屋久島癒され時間。あなたも屋久島に来たくなる。高いです。山の方からこちら側に冷気がすごい伝わってくる。本当に涼しくなって、こっち側行くと涼しいんですよ。で、霧もすごくて神秘的。山に行かなくてもこの神秘的が味わえるのはさすが梅雨だなって感じですね。黄昏時、西の空に夕焼けの名残りの赤さが残る時間帯、黄昏時、人の顔の差別がつかない暗さになると、誰彼となく、そこにいるのは誰ですか、誰ぞ彼と尋ねる頃合い、この風習は広く日本で行われていました。